日本宮城県仙台市大白区、モニワ大団地モニワ大団地は、宮城県仙台市大白区のおいで盆地北側の、丘陵上、大白山西方に、県道仙台村田線に沿って広がるニュータウン。かつての大技がモニワであるため、モニワ団地と呼ばれていたが、分譲開始に合わせて1982年から、住所がモニワ台となったため、現在の故障がある。その他に、モニ もにはニュータウンとも呼ばれる。千円広域都市計画において、仙台市が事業主体となって進めた新住宅市街地開発事業は2カ所あり、それらは新産業都市指定の後に造成された鶴ヶ谷団地、及び第3次全国総合開発計画策定の後に造成された東団地である。鶴ヶ谷団地は国道4号仙台バイパス沿いの東部工業団地、 および東武流通団地、仙台港の臨海工業地など、第二次産業を中心とする新産業都市、仙台湾地区に労働力を供給する住宅団地となることを基として、高度経済成長期後半に造成された。東団地も、東北自動車道、仙台空港、仙台港、東北新幹線などの開通、開港や整備拡充により、 住宅需要が急激に増大すると見込んで、当時の仙台市にとって最も新しい地域であり、なおかつ、仙台南 IC 及び仙台宮城 IC の両社に、近い大で地区のモニワーザ・沼原他に計画された。高度経済成長期の仙台都市圏では、住宅地やレジャー施設の建設を目的に緑地が伐採され、丘陵地が切り崩されており、乱開発と批判されていた。 そのため1972年から翌年にかけて、仙台市、泉市、宮城町、秋保町の各市長が開発指導要項を定め、無秩序な乱開発を抑制しようとした。また、仙台市では1973年3月、森の都の環境を作る条例を制定し、市民による緑の保護、育成により、自然と調和した都市を目指した。 このように市が積極的に環境保護を行っていた1973年11月にモニワ団地計画が発表されると自然保護や水源管用法案林維持を求めて反対運動が起こり開発面積は340ヘクタールから130ヘクタールに大幅縮小され1976年の非公式から約2年後の1978年に 着工にこぎつけた。二度のオイルショックを経験して安定成長期に入り、新産業都市、仙台湾地区の工業集積も停滞することになるが、人口流入が続く支店経済都市、仙台市において、結果的に第三次産業を中心とする仙台市都心部に労働力を供給する住宅地となった。団地の開発テーマは、世紀のづくり。 である。これは、故郷を出て、仙台に移住してきた、新市民が、約四半世紀後に訪れる二十一世紀に、道団地を、自らの故郷と認識して住み続けているような、地域づくりを起としているが、そのために、道団地では、住宅用地を全敷地の36.7%に、止め、約40%を、道路、教育施設、公園等にあて、さらに、森のと、 仙台を体現するように22.7%は緑地によって占められている。また、ブロック米東海が問題になった宮城県沖地震発生後に分譲が開始された住宅団地であるため、生垣も多くなっている。分譲時期が仙台市の政令指定都市移行期やバブル景気期と重なっており、市職員による当地への入居勧誘において、 仙台市営モノレール南西線が1995年に着工して2000年2001年頃には東壇地まで開通し仙台駅まで二十数分で行けるようになるとの説明もしていたこのモノレール計画が住民像をもたらし仙台市立モニワ大小学校の児童数も1985年の開校当初の約250人から1000人を突破するまでに膨らんだため モニは台内に2番目の小学校用地も確保された。しかし、道路線計画は白紙撤回され、2番目の小学校も設置されなかった。ダイアシティ2000モニはアトラスタワーいずれも仙台都市圏、環状自動車専用道路内にある IC。ありがとうございます。